それでは、十進表記の数の二進表記を求める例題を解いてみたいと思います。例題は、十進表記のマイナス91.1という数を二進数で表記せよというものです。条件として、小数は以下の通り表すことにします。与えられた十進表記が有理数の場合には、有限小数か、二進表記の有限小数か、循環小数で表す。それから、与えられた十進表記が無理数の場合には、二進表記の小数第9位で0者一入するというものです。で、ここで0者一入という言葉を初めて聞く人もいるかもしれませんけれども、小数表記、二進のですね、二進の小数表記で、この場合は小数の第9位が、0の場合にはそれを切り捨てて、で、1の場合にはそれを小数第8位ですね、1つ上の桁に切り上げるということを表します。あと、今回は負の数を扱うわけですけれども、負の数に関しては、整数部8桁の2の歩数で表すということにします。この2の歩数表記に関して、必要な人は復習をしておいてください。それでは実際に計算をしていきたいと思います。今、表す数が、マイナス91.1でしたけれども、ひとまず、負の数、符号を置いておきまして、プラスの91.1の表記を求めることにします。で、そこで、小数の、そうせ、あの、十進数の、表記の際には、整数部と小数部に分けて、それぞれの表記を求めるということを説明しましたので、最初に、この整数部の91の、二進表記を求めますと、これが、これまでの計算結果から、101101011と表されます。それから、小数0.1の十進、これの二進表記ですね。十進表記で0.1の二進表記は、これも先ほどこの授業で、10分の1の、二進数での点、表記を、計算しましたので、それに従いますと、0.00011で、この0011の部分が、循環節になるような循環小数で表されることが分かります。以上の結果から、まず、十進数の、91.1を二進数で表した結果というのは、この2つの結果をつなぎまして、整数部は、0101101011で、小数部は0で、あと0011の循環節という形で表されます。で、ここで、整数部の、一番上の桁に0をわざわざつけたんですが、これは、今ですね、これから負の数を扱うことになっておりまして、負の数は、整数部8桁の2の歩数で表すということルールになっておりますので、その準備も込めて、頭の桁が0であっても、この整数部8桁を全部表示したことに注意してください。で、この91.1の、二進表記からですね、このマイナス2の歩数を用いた、このマイナス91.1の、二進数の表記というのはどのように求めるかといいますと、単純にこれは、0を1に、1を0に、各桁ですね、各桁の数値の、0を1に、1を0に、ひっくり返すことで、表記を得ることができます。結論から言いますと、このマイナス91.1のですね、今回の条件を満たす、2の歩数を用いた二進数の表記というのは、整数部が10100100で、小数点より下の小数部は、1と、1100からなる循環節という形で、表示することができます。ここで循環小数の2の歩数表示に関する注意を申し上げます。歩数表示、2の歩数で負の数を表示したする手順を解説した際に、覚えている人もいると思いますけれども、
1番末尾の桁、下の桁に1を加えるということを指示しておりました。しかしながら、循環小数の符号を反転してですね、その2の歩数を表示する際には、この時にはこれまで説明した方法と異なりまして、全ての桁ビットを反転させるだけで、末尾の桁に1を加えることをしないという点に注意してください。今からその理由を説明します。先ほどの例では、91.1という十進数にの二進表記ですね、こちらの上の行にありますけれども、この二進表記、91.1の二進表記に対して、マイナス91.1の二進表記を、その整数部8桁の2の歩数を使って表しておりました。で、このマイナス91.1のですね、この2の二進数表記が満たすべき条件というのは、この上のですね、あらかじめ与えられた91.1の二進表記と和を取ったときに、結果が0になるということで、これは当然、マイナス91.1はその91.1の加法の逆減ですから、そういう条件を満たすべきものです。ということで、そのマイナス91.1の二進表記もですね、その加法の逆減の性質を満たすように定める必要があります。そこで、このマイナス91.1の二進表記の各桁の意味をですね、十進の表記に置き換えて、もう一度復習してみましょう。まず、この整数部なんですけれども、整数部8桁ありますが、これは2の歩数表示となっておりますので、この整数部8桁のうちの、一番上の桁ですね、この一番上の桁というのは、実はマイナス2の7乗を表すと、十進数でマイナス2の7乗を表すという点に注意してください。で、それから、次に、今度はその、整数部の1桁目から7桁目ですね。この整数部の1桁目から7桁目に関して、この91.1のこの整数部、二進表記の整数部と、それからマイナス91.1の二進表記の整数部をこう順番に加えてみます。そうしますと、この2の歩数表記によるその負の数の生成の仕方からですね、この各桁をこう和を取りますと、これ各桁、各ビットがですね、全部1になることが分かると思います。で、この各桁が1になるということは、ここでですね、この111111という二進数を、十進数で表しますと、これ2の6乗プラス2の5乗プラス点点点点プラス1となりまして、で、結果としてこれは2の7乗マイナス1を表すということになります。で、次に今度は小数部の方を見てみましょう。まず、小数第1位に関しては、91.1の、二進表記の小数第1位が0で、それに対してマイナス91.1の、二進表記の小数第1位が1ですから、その和の、小数第1位というのは、1になることになります。で、あと次にですね、この循環節の部分を比べますと、91.1の二進表記のこの循環節の部分は0011で、それに対してマイナス91.1の、小数部の循環節の部分の表記は1100となっていますので、この各桁の、和を取りますと、これ、4桁とも1111になるわけですね。で、この循環節の部分の和は、1111がずっと続くということになります。で、結果として、この2つの数の和の小数部はどういう数になっているかっていうと、2のマイナス1乗プラス2のマイナス2乗プラス2のマイナス3乗プラス点点点というふうになっておりまして、これは、初項が2分の1、項比が2分の1の等比級数の値になっているということがわかります。そして、この等比級数の値は、皆さんご存知の通り1なわけですね。ということで、この計算結果を最終的に加えますと、この小数部から得られる計算結果と1で、で、整数部ってから得られる、この整数部の、この
7桁ですね。この7桁から得られる計算結果が2の7乗マイナス1と。で、最後の、この2の歩数で表記したこの一番上の桁から得られる数というのが、値というのがマイナス2の7乗ですので、まあ、これらを全部加えますと、ちょうど0になるということで、このマイナス 91.1 の、この二進表記というのが、本来ある加法の逆元としてあるべき二進表記に適合しているということがわかるかと思います。このような形で、循環小数の2の歩数表示というのを行いますので、今後注意してください。第5回の授業のまとめです。今回は、フォーナー法による一変数多項式の評価について学びました。それから、このフォーナー法のアルゴリズムを学びまして、その計算量の見積もりを行いました。実際にはレポート課題で計算量の見積もりを、調べてもらいます。それから、非不整数の二進十進変換、では、あと小数とや分数の二進十進変換の手法、これらがそのフォーナー法を用いたアイデアで効率化できるということを学びました。次回、第6回の内容です。次回は、多項式や多倍調整数の乗算、それから、多項式の乗用付き乗算について学びます。それぞれの内容はテキストの、セクション 2.3 および 2.4 にありますので、必要な人は予習をしておいてください。それでは、計算機数学1の第5回の授業をこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。